日本だとどうされますかね、病院で。薬をもらって。薬、なんか熱下げる薬出されたりとかしてね、飲んで熱下げたりしますよね。ヨーロッパの方、例えばイギリスならイギリスとか行って、皆さんが40度で病院行ってみると、なんて言われるかというと、家で寝ててって言われるだけですよ。薬一錠も出てきません。で、日本の皆さんは西洋医学イコール薬っていうなんかそんなイメージなので、で西洋医学、あ、ごめんなさい、薬の医療っていうのはね、東洋医学なんですよ。これアジアの辺の医療のやり方なんですよ、薬ってね。具合悪い時に何か飲むものを渡すとかっていう。でこれあの江戸時代のね、時代劇とかなんか見てると、お父さんなんか具合悪いから お医者さんのところでお薬もらいってくるみたいな見たことあると思うんですけど、あの戦後日本に西洋医学が入ってきた時に薬出さないんですね、病気じゃない場合は。あ、この熱だったらウイルスですけど、軽いウイルスだから寝てれば治るから寝ててって言うと、日本の皆さんがなんで薬も出さないんだって騒いだわけですよ。だったら常に薬出せば黙ってるからって言って出してる国になっちゃったんです。でも西洋医学は薬の必要な時は薬出しますよ、当然、うん、だけど日本みたいに行ったら必ず薬が出てくるなんて、こんなことをやってる国がないですね、日本以外に。うん、でまずこう日本って西洋医学じゃないんだっていうふうに思って分かってもらえるんですね。